しくなってきた分。見つけたわよ魔王。何私のお金で食事してるの。バカなの、死ぬの。またしつけされたいのか。バカ、あんたのせいで泊まるお金がないじゃない。仕方ない。あれ、仕方ないからあんたたちもこの部屋にいていいわよ。着替えるって、あんたやらしい服を着させようとしてるんじゃないでしょうね。それより言うことがあるでしょ、こういう時は。いや、正直よく似合う。やった。貼り付け台の上で尻を叩かれるのが容易に想像できる。私の可愛いお尻をずっと触りたかったんでしょ。この変態大暴言。私のお尻では飽き足らず、パニーたちのお尻まで狙う気なの。まさかパニーたちにいやらしいことを。それより見てこれ姉様、意外と大きいでしょ。私がいないと何にもできないやつばっかりなんだから。甘いです、美味しいです、私の自慢はこれから。あ、じゃなくてまだ案内すら始まってないんだからね。そう、恋をしたのね、ルナちゃんも。バカなことを言わないでよ。なんであんなやつを。隠しても無駄よ。好きなんでしょ、あの魔王様のこと。この変態、私のお尻だけじゃなく赤のお尻まで。今日は私の抱き枕になりなさいって言ったでしょ。変態、悪に何するつもり。しょうがないわね。なら私も今日はここで寝てあげる。あんた、今私のお尻を触ったでしょ。